どうも、一生声掛け中のものです。今日紹介するこの車の全幅は1820ミリなんですけれども、これちょっとイメージつかない人はですね、近所にいるラクダの仲間グアナコを頑張って捕まえてバッすれば大体一緒です。今日紹介するこのミニの2世代目のクロスオーバーモデルのですね、このクーパー SE というのは PHEV のモデルなんです。フロントにエンジンを搭載して、そしてリアにはですね、モーターを搭載して駆動します。それぞれですね、エンジンは前だけ、モーターは後ろだけという変則的な四輪駆動方式なんです。ちなみにバッテリーはですね、10キロワットを搭載しています。さて、このですね、最新のマイナーチェンジを受けた後のですね、モデルでの注目点はこのライトの輪郭だけじゃなく、内部のですね、ライト本体のベゼルもですね、四角くなりました。前期モデルは丸だったんです。そして横、全長は4315ミリと、このミニのクロスオーバーはですね、兄弟の中で一番長くなったんですけれども、全体のフォルムはさすがミニ風味になってます。えらいね。そしてこの PHEV モデルでは注目、ここを押すと給電口が現れます。しかも照明付き。そしてリア、この最新モデルではテールランプがユニオンジャックを模したですね、ミニ共通のデザインに変わりました。見てみましょう。テールライトチェックです。そしてヘッドライトチェックします。ミニクロスオーバーで霧を抜けて舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかなって、ね、お、かわいい楕円ってね、ありました。ダブルライト100点です。シート座ります。車体に対して小ぶりに思えるこのシート、とてもフィット感がいいです。すごくですね、体にフィットするので車体全体が小さく思えます。そして注目はここ、ドライバー正面のメーターはなんとバイザーレスのフル液晶タイプなんです。ほら、バイザーがないのにちゃんとこの光が当たってる部分も当たってない部分も均等に見えますよね。見やすい。インパネはですね、やはりミニファミリーの伝統にのっとってセンターに大きな丸メーターが来て、また全体の造形も丸をモチーフにしています。はっきり言ってこれって下手なデザイナーがやるとやりすぎになっちゃうんですけれども、そこはですね、うまい塩梅に留めています。こんな風にですね、濃くてもくどくなくて、むしろ毎日でもお会いしたいって思うようになってるのはですね、このミニクロスオーバーか天下一品のこってりぐらいです。注目はこのセンターメーターの周り。センターメーター部分にはですね、ナビ画面ですとかオーディオ画面ですとか、その他機能の選択面があるんですけれども、今言いましたように注目はこの周りのリングなんです。これ通常はですね、このようにアンビエントランプとして機能していますが、この下、これまた特徴的な造形のエアコンを操作しますと、例えばこちらの温度ダイヤルをこのように温度アップの方向にしますと、アンビエントランプが連動して動くんです。見ててください。ほら、温度マークと、あとこの白がですね、メモリです。ほら、さらにここ風量を操作すると、ほら、風量に連動してリングが光るんです。なんておしゃれ。さらにその下、このように各種トグルスイッチが並びます。これはエンジンスタートストップ、一番右端のスイッチでドライブモードの選択も可能です。この左から2番目のスイッチではモーターの走行モードを変更します。これはマックス E ドライブ、充電量が完璧になっていればですね、かなり強めのアシストをします。これはセーブモード、これはオートです。充電や放電をお任せします。トランスミッションはトルコン式 AT です。こちらはシフトセレクター6速 AT になっています。さらにその後方、ナビやオーディオ類のコマンダー、そして電子式のパーキングブレーキです。そして可愛いのはインパネだけじゃございません。ドアパネルもこのようにしっかりとデザインされてるんでした。ちなみにこのドアノブはミニ名物の出てくるつぼさざえ。パワーウィンドウスイッチの造形もミニ専用のものになってます。さらに下、このようにアンビエントランプ付きの小物入れスペースがあるんでした。この幅結構広いよ。
だからほら、ジャジャマルくんも入ります。サイズがいろいろ違うミニ、そしてその中にあっても一番大きいクロスオーバーなんですが、中に乗り込むとですね、やっぱりこのインパネだけじゃなく視界からもですね、ミニらしさが感じられます。このように A ピラーが立って遠くにあって、ウィンドウが上下に狭い空間、これはやっぱりですね、ミニならではの独特なものです。シャキーン、鉱石の硬さをトロ、中トロ、大トロで確認、冷凍マグロチェック。お、固め、結構固め、トロです。まだ冷凍残ってるタイプ。改めて鉱石に入ります。さすがですね、前後に余裕があるので頭上スペースこんだけ空いてます。また身長173センチの私がフロントセットした状態で膝前空間はシート外にくぼみがあることもあって、これだけの余裕があります。またこのリアシート、このように紐を使って引くとリクライニングも可能です。ラゲッジチェックします。パワードアが採用されてます。しかも欧州車の常で速いんですよね、この作動が。とても広めの空間です。特に横幅方向にゆとりがあります。開口幅も広め、これだけの開口幅があればですね、体長90センチのコウノトリの仲間、アメリカトキコウをですね、もし捕まえても横倒しで詰めます。なお、この PHEV 車両はですね、この下にモーターやバッテリー等が入ってくる都合上、このようにラゲッジアンダーのフロア面は高めです。これは充電ケーブル、バッテリーが十分にあるので、このように始動はですね、モーターで行います。今 EV 状態で走ってます。すごい静か。少し踏み込むとこのようにエンジンが加勢します。今高速道路です。合流します。ここで強く踏むと気持ちいい。エンジンのパワーにですね、モーターが手助けをして電気ターボのような加速をしてくれます。実際にメーターの中には E ブーストという表示がありまして、電力の加勢がですね、強くなるとそれが点灯します。この車システムの重さが結構あるので、実はですね、車重1770キロもあるんです。かなり重いんですけれども、これ走りにあたってはですね、重量をですね感じます。でもそれはネガじゃなく感じる部分が大きいんです。というのは、重めの車重で車体の動きが落ち着いていて、乗っていてもどっしり感があるんです。で、その重めの車体をものともしない前後の大トルクによって、このように重さをうっちゃりみたいな感じで加速をしてくれるので、それが面白いんです。で、またクルーズ体制になりました。するとですね、エンジンはオフって、今後輪のモーターのみで走っているような状況です。こうすると、この重く厳かに動く車体をですね、後輪で駆動するので、なんかね、昔ながらの高級車に乗ってるようなフィーリングがあります。後輪駆動で静かなフィールが高級車っぽいんです。トランスミッションは 6AT です。これガソリンエンジンモデルは 8AT に進化してるんですけれども、 6AT のネガをですね、この PHEV ではほとんど感じないです。というのは、細かく刻んでですね、段をつけたトランスミッションを使わなくても、ワイドなレシオをですね、モーターがフォローアップして加速をしていってくれるので、むしろ息の長い加速が楽しめるという感じなんです。この細かく刻まなくていいという点、例えば家計に例えると、いつもはね、3円とか5円とかですね、1円単位でこう家計を管理してたところにですね、宝くじで3万円当たっちゃったみたいな、もう細かいこと気にならなくなっちゃった、ドカーンみたいな感じになってる感じです。多分例え失敗してます。で、このハンドリングはですね、さすがミニ系列、大変敏捷性が高くて、このように車線変更なんかするときも、これが 1.7 トンの車かっていうようなですね、ほら、気持ちいい動きをしてくれます。同じ車種を持つ BMW の1や2がですね、重厚さを狙っているフィーリングのハンドリングになってるんですけれども、このクロスオーバーといいますか、ミニ系に関してはですね、 FF ベースらしい敏捷さというものをですね、全然隠すことなく、それをどんだけ面白くするかっていうような方向で煮詰めてます。いやー、ミニの系列はドアの枚数やボディ形状すごくいっぱいありますけれども、
このクロスオーバーも含めどれに乗ってもですね、すごく統一されたとても気持ちいいハンドリングと動力性能を持ってます。そして動力の出方を持ってます。この車にはまだまだいいところがありますよ。題しましてそれ、ホームランポイント。ルーフの特殊スイッチを使うと、このアンビエントライトの色変更ができます。とってもムーディー。この現行の最新モデルで変わったのは、このヘッドライトだけではなく、ここ。このグリルやバンパーも大きく造形が変わってるんでした。特に縦スロットはマイチェン後の特徴見分けポイント。アームレストを開けるとスマホの非接触充電ポートが現れます。便利。ラゲッジを拡大する際にシートを倒すんですが、この車はこのように3分割で倒れるので使いやすいんです。この車イグニッションをオンにすると何かが盛り上がってきます。気持ちいい。いえ、ヘッドアップディスプレイです。はい、今ちょっとシーンを変えて、今峠のですね、爪の上りのシーンに来てます。ただこれね、むちゃくちゃ面白い。圧倒的なパワー感、踏めば踏むだけどんどん泉のように湧いてきます。パワーが気持ちいい。いや、平坦のでもすごいと思ったんですが、この上り勾配でありながら、このぐんぐん後ろから押し出される感覚、モーターの力がえぐい。これもしかしたら上り勾配を察知するとより余計にですね、氷にトルクを増すような制御入ってるんじゃないでしょうか。まあとにかく圧倒的に気持ちいいです。いやー、これは PHEV モデルを買う意味あるな。そしてまたハンドリングがよしこさん、いい、気持ちいい。というわけで大変美味でした。ごちそうさまでした。